アルフレート・ハインリヒカール・ルート・ビヒフォン・バルダーゼー、伯爵はドイツ帝国の軍人、陸軍元帥、ドイツ帝国の陸軍参謀総長を務めた。義和団の乱後に中国に駐屯した八カ国連合軍の総司令官として知られる。資金上で連合軍兵士を越兵するバルダーゼー元帥、バルダーゼーはドイツ帝国で 最初の政治的軍人として知られている。全民社会モルト家にも政治的意欲はあったが、ビスマルク首相のイニシアチブに従っていた。バルダー勢は、フランスがその軍事力を再建する以前に、ロシアに対する予防戦争を行うことを主張しており、そのため、ビスマルクと対立して、その当確に参加することになった。バイマル共和制時代に、 ヒンデンブルクやルーデンドルフが登場する以前は、政界で最も成功した軍人と言われている。日露戦争勃発の直後に死去したが、死の直前にロシアに対する日本軍の作戦計画試案を立案していた。後にシュリーフェン参謀総長は、バルダー勢のいとこに対し、日本軍が実際に取った作戦計画がバルダー勢試案と一致していたと述べている。 前任者モルトケと後任者シュリーフェンが巧妙なため、評価されることは少ないが、作戦能力は、この二人に劣らず優れていたと言われる。バルダー勢の退路、退伏戦略は、後任のシュリーフェンに受け継がれて、シュリーフェンプランとして結実し、第一次世界大戦冒頭のドイツ軍の基本戦略となった。ありがとうございます。